よっしゃ、今回もやっていきたいと思います。第8章、絶望、そして希望。なんだ、もう終わりか。ほら来い。その程度じゃ、この俺には届かんぞ。やれやれ、頑固なところまで俺にいたのか。早く、早く大きくなれ。お前はきっと、いい選手になれるぞ。親父、これは、夢じゃないんだな。現実、なんだ、な。日が暮れて冷えてきた。中に戻るぞ、ミスト。ミスト。ミスト。俺はそばにいたのに親父を守れなかった。すまん。さんいなくなって私もうどうしていいかわかんない。俺がいる。お兄ちゃん。俺が団長を継ぐ。親父の代わりにお前も傭兵団のみんなも守ってみせる。嫌だからね。お兄ちゃんまで何も言わずいなくなっちゃったりしたら嫌だからね。ああ、約束だ。どうしてこう、次から次へと。アイク。あ、アイク、ミスターは？部屋で休ませた。ヨハが見てくれている。そう、よかった。あのままじゃ、あの子まで参っちゃうもの。あなたも無理しなくていいのよ、アイク。俺はもう大丈夫だ。どんなに嘆いたところで、親父が生き返るわけでもない。それより、世話をかけたな、ティアマとセネリオも。いえ。いいのよ、そんなこと。それで、これからのことなんだが、二人はどうするつもりなんだ？どういう意味？親父はいなくなった、この傭兵団に残るかどうか考えるときじゃないか？親父の意志だからといって、こんな姉妹を団長にしたんじゃ命がいくつあっても足りないからな。アイク、自分のことをそんな風に言わないで。卑下して言ってるんじゃない。これは事実だ。だが、俺は、それでも、この団を守る役目を自分から放棄する気はない。アイク、じゃあ、親父の意志を継いで団長になる。二人ともが認めてくれるならそうしたい。もちろんだわ。セネリオは？アイク、僕はあなたの力になれますか？あなたの傭兵団に僕の居場所ありますか？セネリオの声こんなんだったっけ？変なやつだな。俺はいつもお前を頼りにしている。これからも助けてくれるんだろ、セネリオ。はい、おそばで守りします。みんなありがとう。頼りない団長だが、当分は多めに見てやってくれ。さあ、これから忙しくなるわね。まずは団長として最低限やるべき仕事を覚えてもらうわ。何でも言ってくれ。まず、団における経費の収支の把握、それから団員全員の装備品を揃えること。情報収集も欠かしてはダメ。各人の
能力を知ったり、対人関係についても知っておくと戦いの指示が出しやすくなるか。まあね、もうダメだ。さっきね、私たちと同じようにクリミアから逃げてきたという商人の一団がこの城に避難してきたの。私たちが傭兵団だと話したら、物騒な世の中だし、行動を共にしないかと話を持ちかけられたわ。武器、道具の販売や、古物の買収、他には武器の錬成なんかもしてくれるそうだから、こちらにとっても悪い話はないと思うの。あ、そうそう、輸送隊が代わりに使ってくれって言ってたから、荷物を預けることもできるのよ。それから、ティアマト。何？確かに何でも言ってくれとは言ったが、いっぺんにまくしてられても、わけがわからん。とりあえず、やりながら覚えていきたいんだが、それで構わないか？あ、そうね、ごめんなさい、私ったら。こっからは俺に任せて、あんたも少し休んでくれ。私なら平気。無理しないでいい。俺なりにだが、精一杯やるから。アイク。よし、来たぞ、こっからね。輸送隊が仲間になってくれたから、武器買ったりできるからね、武器の心配はもうないね。じゃあ、この情報収集からね、やってこう、団長の務めとしてね。商人から情報を聞きます。あら？もしかしてあなたが傭兵団の団長さん？ふ、本当にまだ若いのね。あんたたちがティアマトの言っていた商人たちか？俺たちと一緒に行動したいっていう。ああ、そうだ。こうしてやっても何かの縁だと思ってね。あんたらがわしらの安全を守ってくれるなら、わしらはあんたらの望むものを調達しよう。土地屋にとっても損のない取引だと思うが。どうかね？それは確かに願ってもない。じゃあ、これで契約成立だ。わしは武器商人、ムストン。あんたらの好みの武器を仕入れてくるよ。私は道具売りのララベルよ。いろんな道具を用意してお待ちしているわ。俺はジョージ。小物屋をやってるんだ。いらない武器や道具があったら買い取るぜ。僕はダニエル。武器の錬成をやっている。お客さんのご希望通りの品を作り出すよ。それから、もし信頼してくれるなら、傭兵団の補給部隊として輸送隊も兼ねていいと思っとるがね。どうしようか。ありがたい申し出だ。ぜひ利用させてもらう。そうか。じゃあこれからよろしく頼むぞ。じゃあ次は、この、ハテナハテナさん。人の声、こっちか？くれ、いる。どうして？どうして？ティアマトさんもね、悲しんでいるということで。ヨハ？あ、アイクさん、ミソちゃんならさっき眠ったよ。そうか、面倒をかけたな。ううん。もう時間も遅い。お前も寝た方がいい。うん。どうしたんだ？ミソちゃんは大丈夫だよ。ん？アイクさんがいるから。だから、大丈夫。それだけ。じゃあね、遊びなさい。ヨハ、ありがとうな。ヨハの兄弟はね、もうみんな、死んじゃってるからね。死んで嫌いって言います。なんて悲しいんだ。誰か助けてくれ。あ、スキルの着脱もできるのか。あの前さ、ワインのところで逃しちゃったさ、祈りの書みたいのゲットできたらさ、ゲットしてたらさ、ここでなんかつけたりできたんだけどね。経験値も成長限界にも達しちゃってるからな。アイクのクラスチェンジがさ、あれなんだよね。イベントでだから。どうしよう。じゃあ、輸送隊に、この弱い武器をね、預けてこう。と、リガルソードも一回預けて、
で、バイバイ。武器作りたいよね。お金余ってるでしょ、どうせ。もう一人しかいないし、なんかさ。どうしよう。鉄で。やばい。めちゃめちゃ強くしよう。鉄の、鋼のさ、あれ知りたいわ。通常の。いや、勝つか。まだいい。これ一個ちょっと買っといて。あ、鉄の剣しかねえのかよ。これいつか必要になりそうだな、先生。一個買っとく？これ今買った？今買った？よしよし、で。もうさ、この鋼の剣とか売っちゃおう。細いの多分いらないと思うけど、まあまあいいや、とりあえず残しておいて。鉄の剣しか売ってないの、しょぼすぎだろ。じゃあ、鋼の、授業行こう。あ、金足りない。お金足らねえ。じゃあ、鉄を、金足らねえ。じゃあ、まあ、一個こんな感じで。とりあえずこんな感じで。やば、鋼のやつ一個欲しいな。鋼の剣1個欲しいな。ちょっともったいないけど、ちょっともったいないかもしんないけどさ、鋼のこれで、これでさ、買っちゃダメ？何もあげられねえもん、これ。ちょっとこれで買っていい？買う。武器の名前。かっこいい名前がいいな。できた。かっこいい名前になった。ドリルソード。じゃ、これでいこう。あ、色？色変えれたっけ？ちょ、ドリルソードにふさわしい色。ちょ、この摩擦、回転の摩擦熱でね、赤くなった、この色にしよう。よし。めちゃめちゃかっこいいじゃん。ドリルソード。いいね。で、預けて。どうする？武器枠も一個開けといた方がいいよな。よし、じゃあこれで、行きましょう。もうやることないよね。じゃあ記録して。やばい、分けた方がいいかな。セーブデータ今度から分けよう。じゃあ拠点出ます。おはよう、アイク。調子はどう？うまくやれそう？ティアマト、もういいのか？ええ、もうしっかり元気。さあ、バリバリ働くや、ええよ。まずは診断員の募集を、いえ、ガリア王との一件が先ね。ガリア王宮からの連絡はあった？いや、まだだ。食料を届けてくれたラクズの話とは近いうちに連絡をくれる手はずなんだが。アイク、大変です。窓の外を見てください。あれは、幻影でなければ、電位王国軍一個招待ね。まさかガリア王国領内にまで追ってくるなんて。ここまで入り込んでくるからには決死隊ということか。油断したな。ダメです。完全に囲まれました。逃げ出すことは不可能です。この戦力であの人数とやり合うなんて最初から負けが見えているわ。それでもやるしかない。全員戦闘準備を。了解。すぐに対策案を用意します。お、お兄ちゃん。ミソ、お前はヨハと一緒に奥に隠れてろ。でも、お兄ちゃん。早くするんだ。大丈夫だから、な。うん、気をつけてね。あ、またメダリオンが光ってる。
さん、お父さん、もし私の声が聞こえるなら、お兄ちゃんたちを守って。お願い、お願いだから。いや、ミストは可愛いな。心の支えになるよ。また一人で。みんな、準備はいいな。グレイオヘダン出撃だ。ただ一人。仲間欲しいな。いないか。このね、マップで一人仲間になるんだけど、こいつイレース。これ拠点防衛だからさ、仲間にできないわ。みんなごめん。まあ、敵だからいいだろ。ちょっと記録、セーブ分けるわ、セーブ分けて。じゃあもう行こう、戦闘開始。もう特に得るものも、じゃない、特に準備することも何もないわ。まずはじゃあ、騎兵隊が攻めてくると。騎兵隊の次はアーマーかな？敵多すぎだな、本当に。多分なんか誰かがね、お金になるやつを落としたような。あ、これこれ、赤の宝玉、こいつ倒しておきたいな。お金欲しいしね。まあいいや、じゃあ持ち物どうしようか。鉄の剣でいっか、とりあえず。お、手やり星人かよ。よしよし、避けろ避けろ。よしよし、ナイス。もう経験値そんなにいらないしな。でもムカつくから倒しておきたいけど。よし。ちょ、もったいないな。微妙に残るのやめてくれ。うわ、手やりやめてくれ。やばいな。ね、やばくない？ちょっとやばいかもしれない。人いっぱいいますな。ね、人口密度がひどいことになってる。ちょっと持ち物をね、ドリルソードに変える。ただただ普通の鋼の剣だけど、ちょっと回復使っとこう。ちょ、マジ腹立つ、お前ら。数の暴力ってな、良くないんだぞ。ね、当たらないで、アイク、避けてお願い。ナイス、いいよ。もう、騎兵隊厄介だな、本当に。サイドがね、腹立ってしょうがねえ。避けて！よし！アーマーもね、やばいし、どうしよう、大丈夫かな、本当に。あー、当たるなー。お、必殺出たね。うわ、必殺2回、ドリルソード強っ！さすが相手の命を削り取るドリルだ。あ、倒せない。鋼の剣だ。アーマーキラーなくなったの、ちょっと痛いな。よしよし、弓はね、結構避けられるから。弓は避けられるから。痛いよ。
やばいよ、密集地帯だ。ちょっと、体力、やばそう。下手に倒さない方が良かったな、今のは。避けろ、避けろよ。ノーダメ、いいね。避けてほしい、よし。いけ。ドリルソードの耐久値なくなりそう。なんか防御コマンドみたいなのちょっとイレース、こっち来てくれ。どうにか俺の元にたどり着いてくれ。